の素晴らしい絵なんですけども、はい、さあこの絵を 書作品にした場合はしたらどうなったのか、はい、こちらなるほどの作品になりました。いかがでしょうか、皆様のご想像と近いでしょうか。実は、この、絵なんですけども、絵のようなマークのようなもの、実はこれ古代文字です。では続きまして、このかわいいぼつぼつ魚というふうにお名前が今これついているんですけども、このかわいい登場人物を書表現したところ、こちらの作品になりました。なるほど。皆さんこれとかわいい絵がここにあります。はい、蝶々ですかね。そうです、おっしゃる通りです。これを描いた、くれた生徒さんはですね、女の子なんですけども、すごくこうまっすぐな子なんですね。でこの子の、作品は、こちらですか。はい、じゃん。おお、これは何と読むんでしょうか。これは、虫です。虫ですか。はい、熊谷運営の作品になります。はい、で実はこの赤いストローというものは、ご来場いただいた方につけていただいております。なるほど。運営のこの書だけでは完成品ではないんですね。ご来場いただいた方につけていただいて、やっと一つの作品になります。この作品は、私の空を見た時に思うことを表現しました。あの雲は一瞬で形を変えてしまいますよね。でも先ほどあった雲は私が見ているので、実際にあったはずなんですね。それが一瞬でなくなってしまって、あったものがなかったかのようになるんですけども、でも確かにそこにあった。だからゼロということではないということなんですね。ではこちらの T シャツなんですけども、副代表の、理性が作りまして、実はこれ100枚制作したんですね、今回の書道展に。100枚全部あのテーマ、言葉が違うんですけども、この同じものを100枚っていうんじゃなくて、はい、それぞれ違うものを100枚、はい、オリジナルってことでね。はい、そうです。はい、墨ではないんですね、これは。はい、これもあの特別な専用のインクがありまして、洗っても落ちない。あ、そういうものですね。そうですね、これはあの教室でもあの生徒さんが夏の前に、はい、毎年制作しておりまして、大人気なあの楽書のカリキュラムになります。はいはい、長野インターネットの放送局と申します。こんにちは。今長野県は、はい、千曲市のガリレアマルキルームに来ております。今そこでは、書道展をやっておりますので、やってきました。そこの代表をされてます方に、お会いしましたので、ちょっと自己紹介お願いします。こんにちは。こんにちは。無限未来長野支部代表、島田宗月と申します。よろしくお願いいたします。宗月さん、はい、その無限未来っていうのはどんな教室なんでしょうか。はい、字のごとくですね、未来の、可能性は無限に広がるという意味合いがありまして、あの書って皆さんどういうイメージをお持ちですか。難しいですね。そうですね、おっしゃる通りに難しい、堅苦しいというイメージがあの皆さん思っているかと思いますけども、あの書ってもっと、自由でいいと思うんですね。
無限未来が掲げる自由というのは心の表現の自由なんですね。それを人とこう結びつけるというのはどんな感じなんですか。はい、で今までのその堅苦しいっていうイメージをもう打破しまして、心のその表現をするっていうことがまず難しい時代なのかなというふうに私個人的にはすごく思うんですね。で書に大切なことは実はあの心になります。心が健康でないとやはりこう筆を取るということが難しいんですね。でも逆にあの返してしまえば、心が健康だったら筆を走らせることができるということなんですね。無限未来の中には、楽書というものがありまして、その楽書なんですが実はあのヨガの要素を取り入れています。はい、ではあの書く前に呼吸法ですねを整えます。そして体を少し動かして書くための準備をしていきます。そして心がこうリラックスしている状態だとそれが作品につながるんですね。ただ皆さんあの表現リラックスする方法、自分の気持ちを出すっていうことがとても難しいと思いますので、それが分かってしまえば作品につながります。そこをすごく大事にしているんですね。今回なんか新しい取り組みを行ったっていうのを聞いたんですけども、はい、その辺のところはちょっとお願いします。はい、今回の書道展は第3回目になります。はい、1回目2回目も同様で、あの毎回題目をこう決めているんですね。で今回、今までと違うところなんですけども、実は、はい、この原陽太さんという方なんですが、無限未来の東京の理性塾の生徒さんでして、今現在絵本作家さんとして活躍をされています。その方に物語を書いていただきました。その物語というものは実はあの完結していません。その後の続きを皆さんで考えて書表現をしました。なるほど。はい、その物語を、はい、まあ、生徒さんに聞いてもらって、はい、その後絵を描いたんですか。はい、そうです。どんな絵を描いたんでしょうか。いかがでしょうか。じゃあどんなストーリーだったんですか。はい、虫とり魚の物語になりまして、はい、あの物語が少し長いんですけども、地球にはいろんな生き物がいるんですけども、はい、人間が主役のように今地球があると思うんですね。で人間の住みやすいように今現在あると思うんですけども、他にも草木だったり動物だったりたくさん生き物がいますよね。人間がこの地球上からいなくなった時、草木そして動物などはどうなったのかというお話になります。それで、今回のお話の最終的には地球には虫とり魚しか残らなかったというお話になります。この続きを皆さんに考えていただきました。今回の書道展の著作に行くまでにはたくさんの過程を得ています。まずこの物語をみんなで読みます。そこで思ったこと感じたことを言葉にします。そしてこの後の物語をそれぞれ作っていただきました。そして言葉だけだとあの想像が物語ですねできないので、もうその物語は実はすごい自由なんですね。すごいハッピーな物語もあれば少し悲しいお話もあれば、そこの登場人物キャラクターですかね、いろんなキャラクターが出てきます。
文字だけですと分かりにくいので、このように絵にしてもらいました。ここから自分がどのように書表現していくのか、やはりこの絵があるととても想像しやすいんですね。そのこの作品ですね、はい、により近いものを自分で模索していくんですね、うん、ただ書くだけではなくて、しっかりと読書というものに学びですね、技術的なものをプラスし、そして自分を足していく、それが、無限未来の著作品の過程になります。日頃はなんかその、はい、お題文字ですよね、はいはい、まあ、そういう基本がなってないとやっぱりただ字に変えるって言ってもなかなかそうはいかないんでしょうかね。はい、そうですね、おっしゃる通りで、昔の字ってすごく意味があるんですね、うん、今皆さんが普通に使われているのが多くは楷書と呼ばれるものになります、うん、それを古代文字にした時にどうしてこういうふうに漢字ができたのかという意味をまず知ることができます。そしてその時代の時代背景ですね、それも知ることになります。その昔の時代背景と今の自分を照らし合わせて自分を見つめ直して見つめていきます。で、古代文字をやるときに教室でもよく使うんですけども、古代文字クイズというものをやっています。この形どういうふうに見える、私はこうだと思う、僕はこう見えるよという意見が多く出て、すごく盛り上がる授業なんですね。で、正解は、まあ、古代文字にももちろんあるんですけども、確かにそういうふうに見えるよねっていうこともすごく多いんですね。なので、こう子どもたちのこの発想という見方がまた大人とは違う見方をしているところが私自身の発見でもありますし、生徒さんたちの発見でもあると思うんですね。そういうものがあると本当の学びというもの、自ら学びたい、どうしたなんだろうっていうことにもつながると思うんですね。生徒さんの作品を見てどんな印象でしょうか。はい、まだ始めたばっかりの生徒さんもいらっしゃるんですけど、はい、もう本当に感動しかないんですよね。親御さんとかもそうですし、あ、こんなに描けるのっていうところですごい感動されていて、うん、本当にまさにその通りなんですね。初めはどうしてもこう教室入りにくいっていうものがイメージ的にあるかと思うんですけども、そういう先ほど申し上げましたように、うん、読書ですね、はい、を取り入れていくことによって心がリラックスし解放して、そして会話が増えます。そしてそれが書表現にもつながり、字を学びたいっていう意欲にもつながってくるんですね。そうすると最後は笑顔で教室を出ていきます。その笑顔を見て周りの方がまた笑顔になる、笑顔がどん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 こう広がっていく、そんな無限未来です。教室は毎週何曜日あるんでしょうか。はい、教室は、木曜日の3時から、夜7時、はい、とあと金曜日の午前中になりまして9時から12時まで、ここは大人の方のみになります。そして土曜日9時半から11時、13時から17時ですね、夕方の5時まで行っております。もし入りたいなと思ったらどうすればいいんでしょうか。はい、無限未来のホームページがございますので、そちらのホームよりご連絡をお願いいたします。なんと検索すればいいんですか。はい、無限未来書道で検索していただけると早くヒットします。ぜひ夢に向かって頑張っていただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。